今日は大阪に来ています。でなんで大阪に来てるかっていうと、実は大阪高裁で、平野達彦、実は、平成27年ですね、淡路島で5人を、サバイバルナイフで殺した人なんですけども、その裁判がありました。すでに、ね、神戸地裁で死刑判決が出てるんですけども、まあ、今回は控訴審ということで、公判が今日あったんですね。で、まあ、裁判所の前から中継してもよかったんですよ、まあ、どうせアップロードするのは明日になるので、ここからレポートします。こうやってねちゃんと裁判のメモを取ってきました。あの事件ねもうだいぶ前のことなんで、まあ、覚えてる人は多いと思うんですけども、どういった事件だったかっていうあらましあまりよく知らない人が多いと思うんで簡単に説明しておくとですね、まあ、淡路島で、まあ、平野辰彦君という、まあ、引きこもりの人がいて、ある日突然発狂してこの周囲のですね、農家に、まあ、朝4時とかの時間にサバイバルナイフを仕掛けて、で、まあ、寝込みを襲って5人たちまち殺してしまったんですね。で、まあ、その時にね何て言ってたかっていうとですね、この野郎よくも電磁波攻撃をとか言ってね、そういう感じで、まあ、刺し殺したわけですね。で、まあ、もうこれは当初からもう言われてたのが、もうあのツイッターとかでね、そういう自分はテクノロジー犯罪の被害者だとか言ってたんで、もうこれはもうあれでしょう、あ、まあ、端的には違いでしょっていうふうに、まあ、言われてたわけですね、はい。で、まあ、実際裁判でももう明らかにですね言動が異常だったので、もう当初から精神鑑定をされてたんですね。で、ただその一審のね精神鑑定の結果っていうのが、まあ、リタリンっていう、まあ、そういう向精神薬を平野くんがですね医者を脅して処方してもらって、で乱用してたっていう経歴があるので、でこれはリタリンによる、まあ、薬物性の精神病だということでね。で、まあ、あと、まあ、犯行当時、まあ、そういうちゃんとその考える能力があって、なんかこの罪を逃れようとする言動もあるということで、これは判断能力があるなということで、裁判員裁判で死刑になったんですね。で、控訴審になってこれが結構意外なんかね異例な展開になって、裁判官がこれはもう一回精神鑑定しようっていうふうに言い出したんですね。というのもやっぱその最初のね後半にも言った時も明らかにやっぱり控訴審でも言動が異常なんですよ。相変わらずその自分はテクノロジー犯罪の被害者とかがね、その童話とか、そういう勢力に攻撃されてるっていうことを言うわけですよ裁判でね。でそれでやっぱこれあんまり異常だから、やっぱさすがに責任能力なしっていうのはどうなのかなっていうふうに多分裁判所もね、まあ、法律上はねそういう精神病だったら刑を軽減するとかそういうことがあるので、そこはまあ死刑になるようなね重大な犯罪だからちゃんと慎重に判断しようということがあって、で実は被告の、まあ、平野辰彦もですね、で検察側も精神鑑定をするっていうことはもう反対してたんですよ。ところがもう裁判官の独断で職権でやりますっていうことで、強行したというところがあって、で今日その鑑定人の方がいろいろと精神鑑定の結果を話されてました。精神鑑定した今日は女の人でね、おばちゃんの先生が証言台に立ったんですよね、鑑定者が。いやなかなかちょっとプライドの高い人みたいで、まあ一審ではねリタリンによるその薬物性の精神病だっていうふうに判断したけど、いや絶対それはありえないというふうに、言ってですね、もう一審の時の精神鑑定結果を、まあ、真っ向から否定するような、まあ、全部否定するってわけじゃないけど、まあ、最重要な部分で否定したんですね。薬物性の精神病じゃなくてこれは、妄想性障害だと。でよくネットなんかだとね糖質とか統合失調症とかいうふうに言われるんですけども、その統合失調症っていうことについては一審の鑑定人も今回の女の人の鑑定人も統合失調症については否定してるんですよ。
薬物性の精神病かあるいは、妄想性障害だとここはねなかなか精神科の世界で難しいんだけど、あの統合失調症とじゃあその妄想性障害何が違うかっていうとですね、統合失調症の場合はですね、なんかその時々悪化してなんか症状が激しくなってですね、その判断能力が低下したりっていうことは起こるそうなんですよ。ところが平野くんの場合はそういったものは見られないと、ただその一審の鑑定人と今回の鑑定人とで対立したのが、妄想性障害なんだけども、まあ、今回二審の鑑定人は一時的になんかストレスなんかがかかるとその症状が激しくなることがあると、で症状が激しくなってもその妄想性障害の場合は統合失調症とは違ってその日常的な生活という部分には影響は出ないと、あくまでその、まあ、テクノロジー犯罪とかね、そういう集団ストーカーの、まあ、その辺の妄想に関する部分だけについて異常な言動が出るっていうだけで、日常生活に関しては、まあ、一見普通の人と変わらないと。だからその一見すると普通に生活しているように見えていたからといってその精神病の症状が軽いというふうには言えないというふうに、まあ、言ったんですね。で、まあ、今回の鑑定人の方は、まあ、自分もそういう鑑定にいろんなそういう刑事裁判の鑑定にも関わってきたし、あと、まあ、自分の勤務先の医師とチームを組んで、鑑定をしたし、あとそういうね、あの薬物性の精神病の、まあ、権威の、先生3人ぐらいにそういう話を聞いてみたんだけども、薬物性の精神病っていうのは、まあ、何が原因で出るかって言ったら主に覚醒剤なんですね。まあ、あとはあのアルコール中毒の酒っていうのもあるんですけども、リタリンに関してはですね、その飲んでる時にそういう神経症状が出るっていうことはあるんですけども、その今回のね平野達彦事件の場合はその犯行時はですねリタリンを飲んでないんですね。しかもリタリンを飲んでない期間っていうのがもう6年ぐらい経ってるのかな、その後に事件を起こしてるわけです。だからいろんな論文を調べてみていろんな先生にも聞いてみたんだけども、そのリタリンでその何年も経ってからその神経症の症状が出るっていうことはありえないと、そんな事例は聞いたことがないし見たこともないと、ただまあ覚醒剤だったらそういうのあるから、その、まあ、一審の鑑定についてもそのまあ、いろいろ論文を引用してるけど、もうリタリン単独でそういう症状が出るっていうことが書かれたような論文っていうのはないし、その、まあ、薬物をやめた後何年も経ってからその症状が出るっていうのは、まあ、怪しいと。で、まあ、リタリンっていうのはね、その、まあ、覚醒剤とは違って一応ちゃんとその病院で処方されるような、薬なので、覚醒剤に比べると、まあ、覚醒剤というのはここで言う覚醒剤はメタンフェタミンですね。メタンフェタミンに比べると、だいぶ毒性は低いし、覚醒剤ほど激しい副作用もないので、だからこれを覚醒剤の影響だっていうのは疑問だと。だからもともと平野達彦っていう人はそういう、まあ、妄想性障害というのを発症してたんだと。でそのきっかけというのは、リタリンとは関係なくて、祖父が自殺したのを、まあ、見てしまってるんですね、その自殺してる現場を平野くんが。それでショックを受けてそれから発症したんじゃないかということなんです。あと、まあ、2審のね今回の精神鑑定では、まあ明らかにその病気が事件の原因だと、で妄想によって事件を起こしたんだっていうのが判断なんですね。だから、まあ、精神鑑定人が言わんとしてるのはやっぱりその、まあ、刑法に照らすと、その罪が軽減しなければいけない可能性があるということを言ってるんですね。ただね、もうその二審の鑑定について、まあ、確かにね一審の、ね、鑑定も二審の鑑定も、まあ、私から見ても確かに納得できない部分ってあるんですよ。確かにそのリタリンを飲んでからもう何年も経ってから症状が出てるのに、それが、リタリンによる、まあ、薬物性の精神病なのかっていうのは、確かにその事例がねないっていうふうに言われると、確かにじゃあその薬物性の精神病というのもどうなのかなっていうところがありますし、で
二審に関してですね、その妄想というものが事件のもう全ての原因だというふうに、まあ、先生はおっしゃるんですけども、ただその妄想というのがあったとしてもね、まあ、仮に自分がそのストーカーとかその電磁波で攻撃されたからといって、じゃあそのためにね復讐として、その寝込みの人を襲ってめった刺しにするかっていうところなんですよね。だからその部分に関してはやっぱ本人の資質じゃないのかと、そのあたりはまあ検察の人も鑑定人にいろいろ突っ込んでたんですよ。確かに僕もそう思うところがあるんですよ。例えばまあ仮に、ね、妄想じゃなくても僕は隣の人からずっと嫌がらせをしてたとしますよ。その時にじゃあいきなり寝込みを襲って殺すという解決方法に出るかっていうと、そこなんですよね。そのあたりやっぱ本人の資質っていうところが出てくるんじゃないかと。ところがまあ二審の鑑定に関してはそういうことをやった部分も含めて妄想なんだっていうような、まあそういう感じの言い方なんですね、うん、だからまあ一審の二審の鑑定もまあ一長一短っていうか、それぞれねまあ確かにそうだなって思える部分と、いやここはちょっとどうなのかなと、まあ素人目には見える部分があるというのは感じました。でまあ証人尋問もね、まあ結構そのまあ、証人にはその一審で鑑定をした、まあ、男の先生と女の先生と、まあ、2人証人として出たんですけど、まあ、双方結構ねその双方の鑑定結果について非難の応酬っぽいところがあって、いや僕は言ってるでは違うぞっていうようなことでね、結構その論争みたいなになっててね、だからこのやっぱ精神医療の世界っていうのもね、やっぱなかなかこの治療法とか診断っていうのはしっかりとちゃんと確立できてないところがあるんだなっていうのが見えてるっていう点が非常に興味深かったですね。あと私も含めてね、やっぱ安易にね統合失調症、まあ糖質糖質って言っちゃうんだけども、統合失調症というわけではないんですよね。やっぱ精神病ってやっぱいろんな病気があって、それぞれも厳密にその症状について、こういう症状についてはこういうまあ病名だっていう、まあ、定義があるわけです。だからそういうところもちゃんと知識のないまま、なんか糖質だ糖質だって言ってしまうのもちょっと良くないなと。ちゃんとそのなんかこう、まあ、集団ストーカーとかその、ね、テクノロジー犯罪とか言ってると、なんか統合失調症だっていうのもそういうのは間違いで、実際はその、まあ、薬物中毒であることもあるし、こういう妄想性障害っていう、まあ、統合失調症とはまた別の病気ということもあるんですね。ちなみに、統合失調症と、妄想性障害ってまだ違うの、なんか一次妄想と二次妄想っていう考え方があって、一次妄想っていうのは本当に何にもないところからポーンとね、何の理由づけもなく妄想というものが湧き上がっていって、そこからなんかいろいろ膨らんでいくっていうのは一次妄想なんですよ。二次妄想っていうのはなんか外部から与えられた何かの情報をもとに広がっていくっていうものだそう で平野くんの場合はですね、そういうなんか集団ストーカーとかですね、そういう本をいっぱい読んでて、ネットでもいろいろ知識を得てて、だからそのあたりから広がってるっていうところで、これは統合失調症の一次妄想ではなくて二次妄想だと、というのがまあ今回二審の鑑定人の意見なんですね。ただ一審はちょっと違うんですよ、やっぱりその一次妄想というそういう症状も見られると、でその統合失調症に似た統合失調症用の症状を示しているっていうのが一審の判断なんですね。ただ統合失調症と違うのは、原因はリタリンという薬物だというふうにはっきりしていると。だから症状としては統合失調症に似てるんだけども、これは、薬物が原因なんだから、これは統合失調症ではなくて、あくまで薬物性の精神病だという判断なんですね。ということで、実はまだ裁判は続いてまして、また9月に公判があるそうなので、この平野くんの事件ですね、もうちょっと追っていこうかと思います。ちなみに今日は平野達彦は何も喋る機会がなかったです。まあ一応出廷してましたけどね、その表情とか顔つきは、神戸地裁の時とそんなに変わってなかったです。ということで、大阪からのレポートでした。